皆さんこんにちは、岡山泌尿器チャンネル、ナビゲーターの高木人です。前回に続いて腎移植について荒木先生とともにお伝えします。荒木先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回はですね、まさに荒木先生が執刀された腎移植を、体験経験されたご夫妻に来ていただいたということでご紹介したいと思います。原田聡さんと奥様の原田智子さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。なんか新婚さんいらっしゃいみたいな感じですね。そういう気持ちでちょっと気楽にお願いしたいんですけども、まずは荒木先生から、2人のどちらから腎臓をどうしたかということをちょっと教えてもらってよろしいですか。はい。旦那様の方から腎臓を1つ。いただいて、で奥様の方に、植えたというか、手術で、腎臓が働くようにさせていただきました。でその奥様は腎移植をする前までの状況というのは先生から見てどういう状況だったんですか。腎機能がどんどん悪くなって、もう透析をしないと、もしくは腎移植をしないと生きていくのが厳しいかなというタイミングですよね。かなりもある意味こう追い詰められていたという状況だったわけですね。そうですね。腎機能的にはもう余裕がない状況でしたね。で実は奥様は看護師様さんでもあるということで、そういうことの状況というのは自分でも把握されてた。それで腎移植ということを考え出したのはいつ頃からなんですか。言葉は当然知ってたんですけれども、やっぱりドナーが必要なことですので、私の口からは誰にもやっぱりちょうだいなんて言えないので、私はもう血液透析か腹膜透析かどっちかしかないんだなっていうようには思ってました。その時の気持ちというのはどうなんですか。ずっと私は先ほど前回聞いたんですけども、2日に1回病院に行って透析をしなきゃいけないとか、長期の旅行行けないなとか、いろんな制約が今後待ってるんだっていうことを考えられたと思うんですが、その時の気持ちを教えてもらっていいですか。そうですね。もう全て諦めてた状態で、当然地域としては知ってたので分かってたんですけれども、若い頃から病気持ってたので、30代には透析になるよって主治医の先生からずっと言われてたんです。なのでよくここまで持ってったもんだなと思ってました。で実際の腎移植、さっき誰かに内臓ちょうだいって言えないとおっしゃってましたけど、ちょうだいっていうきっかけはどこから出てきたんですか。きっかけはちょうだいは言ってません。言ってないとして、ご主人からもらうというその何て言うのかな、可能性について語り合ったというか、言葉にしたのは何かきっかけがあるんですか。言葉って最初は何でしたっけ。透析のビデオを見て、ちょっとこれはもう看護師の仕事無理だなって私も思って、私の当時から血液型関係なくても移植できるっていうのはなんかニュースかなんかで見たことがあるので、じゃあ私は B 型 O 型なんですけど、じゃあ腎移植するかなって思って、でホームページいろいろ調べたら、荒木先生のところにたどり着いたと。ご主人は B 型で奥様は O 型で、テレビか何かで血液が違っても移植はできるっていうことをなんとなく知って、知ってました。インターネットで調べてると、このお腹が今すっきりした荒木先生にたどり着いて、相談に行くということになったわけですか。じゃあ血液が違ってもよく僕らなんかは内臓を移植するためには、例えば双子じゃないといけないとか、兄弟とか親じゃないとダメだと思ったんですけども、その辺の知識もやっぱり少しはあったんですか。いや、それはほとんどなかったですね。
まあとにかく他人でも、まあ、夫婦ですけど他人でも血液が違っても人種化はできるんではないかということで荒木先生のように門を叩いたと。で実際荒木先生に会って、できますよということになった時、あのご主人はもう自分の中で、じゃあ僕の一個あげようという覚悟をされてたんですか。してました。あのホームページで見るとやっぱり手術の方が簡単そうだった。簡単じゃないと思うあの3時間から6時間っておっしゃってました。あの切る部分が少なそうだったので、いけるかなと。内視鏡で切るって、はい、先生その辺は簡単な手術ではないですよね。まあ、簡単そうに見えるというか、まあ名医の証ですよね。懐かしいですね。あのまあ泌尿器科医がやる手術の中で一番短い手術ではないということですね。あ、はい、あのまあ我々の短い手術って言ったらやっぱり2時間から3時間で終わってしまう手術なんで、まあ腎腫はその倍かかりますから。ただ今ご主人がおっしゃってる傷口はそんなに大きく広げるっていうの手術でもないんですか。旦那さんの方は、カメラの使った内視鏡手術なので、はい、5ミリから10.5 センチから1センチの傷が3つ。あ、このそうです、そうです。もしくは4つで腎臓は取れてしまうので、ただ腎臓ってまあ握り拳ぐらいありますので、これはさすがに1センチから出てこないので最終的には7センチ、このちょうどパンツで隠れるところです、はい、ビキニパンツでも隠れるぐらいの傷でやってるので傷は比較的綺麗ですよね。そうです、全く分かりません。ああ、そうなんですね。で、あの提供する方は、あのご主人の方は何分ぐらいで取って。3時間ぐらいですかね。大体3、4時間。あ、でもご主人の方はやっぱり3、4時間かかるわけですね。それで取って奥様に移植するのに同時にスタートするんですか。ほぼ同時ですね。はい、じゃあ、あの手術室に入る部屋は別々でやるんですか。そうです、一緒に向かっていったのが8時半に、朝8時半に一緒に手術室に向かいました。で、部屋の前でじゃあ頑張ろうねって言って別れて、まあ、入って、頑張ろうねって言って別れて、で、私が目が覚めたのは5時半でした。夕方の、はい、終わりましたよって言われて目が覚めたのは5時半でした。もう終わってたわけですね。はい、ご主人は何時ぐらいで目が覚めたんですか。いや、夕方だったと思うんですが、そんなに時間経ってなかったと思う。それから夕方ではじゃあほぼ同じように目が覚めたと。まあでも気づいたのがってことなんで、旦那さんの手術はもうさすがに、まあ、早ければ12時、遅くても遅くても14時ぐらいには終わってるんで、多分意識が戻ったのがそういう時間。はあ、それは先生もう一度念のため聞きたいんですけども、あのいや B 型 O 型でも大丈夫ですけれども、お二人の場合はこういう細胞の不適合があるからダメだよということもあることはあるんですか。どうなんでしょう。あ、もちろんあの相性検査、クロスマッチっていうんですけど、まあ、そちらでどうしてもやっぱり移植すると、うまくいかないであろうという予測の検査はあるので、そちらお二人も合格されたということで移植になってます。ですから誰でもよくてこう適当に切って貼ってっていうのではなくて、ちゃんと検査もした上でその移植した後のことも考えて、手術に臨むということなんですけど、まずあのご主人に自分の臓器を奥様にあげることに抵抗はなかったかどうか、どうですか。抵抗は全くありませんでした。のずっと仕事もできる、また温泉に働いてもらうということもあるの。温泉にも一緒に行けますしね。で、あげた後にご主人の体調はどうですか。いや、全く以前と変わりません、はい、お酒も飲めますし、はい、問題ないです。問題ないです。はあ、何かこうあの、まあ、尿の話を先生が前回されてましたけど、出が悪くなったとか、あの、まあ、カレーはちょっともうあると思うんですけど、もう同級生なんでその辺は全体的にはあんまり変化はない、元のまま全くないです。はあ、で奥様です。
実際にご主人の腎臓をいただいて前の生活とどんなところが一番変わりましたか？しんどくないです、はい、元気です、元気です、いつでも元気です。でもう透析はしなくていいんですか？もともと透析寸前だったんですけれども、はい、してなかったのでペクトっていうあの先行腎移植していただいて、あの本当に元気で、もういつでも元気もりもり。ああ、はい。で今はあの、はい、通院をしなきゃいけないとかそういう状況ではないわけですか？この前から3ヶ月に1回、はい、あのお薬はちょっと一生飲まなければいけないので、免疫抑制剤は飲まなければいけないので飲んでますけど、 まあ、そのために岡大にずっとあの定期的に受診はさせていただいておりますけど、お薬さえきちっと飲んどけばもう何の問題もないので、もう普通にあの看護師としても生活仕事もちゃんとできてます。あ、もう今もう復帰されてるわけですか？はいはい、11月の26日に手術していただいて12月の16日に退院して次の年の2月1日から仕事してます。え、じゃあもう3ヶ月後には職場に復帰、はい、それも看護師という、はい、フルタイム、まあ、大変な世界で、はい、環境で頑張ってらっしゃるという、はい、はあ、なんでご主人はお酒飲んで待ってそうそうそう家で飲んでられると安心して。そうです。で、あの先生、あの本当に今も素敵なご夫婦で、あの、ね、よかったなと僕も思うんですけど、はい、あのこういうふうにあの成功する人がほぼ 100% と思っていいんですか？そうですね、うん、はい、まあ、あのたまたまですけど岡山大学は150例、やってですね、今のところ1年以内に亡くなったり1年以内に透析に戻る方っていうのは1人もいない。で、日本全体で見てもやはり1年の成績透析に戻る方っていうのは、まあ、100人いて5人弱ですね。なので、まあ岡山大学我々いい方なんですけど、日本全国で見てもまあそれぐらいいい数字が出てます。あとはあの例えば僕がですね、まあ妻にだったら僕もあげるよって言うかもしれませんけど、その本当にあの健康なドナーが身近にいて笑顔で触れるかどうかっていうのはあのなかなか難しい問題だと思うんですけども、ご主人はあのもし悩んでる人がいるとすればどういう声をかけてあげたいですか？そうですね、やっぱり透析っていうのはなかなか辛いと思うんで、2人で一生長生きしていこうと思ったら私の腎臓を提供してでもその方が、人生楽しいんじゃないかと私は思ってます、ね、奥様は本当にもう頭をね、はいはい、ご主人が感謝されてると思うんですけども、はい、同じような悩みを持っている人がいたら、はい、どうしたらいいと思います？まず、まあ、例えば素敵なあのご主人がいる人はいいんですけど、そうじゃない人もいますよね。やっぱり誰かに話すことなんでしょうか？どうでしょう？そうですね、やっぱりどんどんあのこんなに元気になることができるんだよっていうことをどんどんアピールしていきたいなと思いますし、少しでもあの移植を考えてらっしゃる人がいらっしゃるんだったら、もうやっぱりあのどんどんちゃんと受診していただいて、あの移植して普通の健康的な生活ができるようになればいいなと思っておりまして、その少しでもその決断の後押しができてればいいなと私は思っております。特にあの、はい、人の命を預かる看護の世界にいらっしゃるからこそ、はい、自分の経験を生かして、はい、同じような悩みを持っている人たちの支援を今後は、はい、まあ、まさにしていただかなきゃいけませんもんね、はい、あ、そうですね。先生、あの、はい、この腎移植というのがその僕らがテレビの世界で思っている内臓を移植するというものよりもハードはそれほど高くない、はい、ただ実際に健康なその臓器をもらえるっていう恵まれた人ばかりじゃないと思うんですよ、はい、そういう環境を今後どうしていくべきだと先生はお考えですか？はい、ありがとうございます。いや、やはりですね、あのドナーを増やすと提供者を増やすと
ということで、まあ、自分がもし命を、まあ、失う時には、誰かに臓器を提供してもいいですよという意思を、まあ、免許証とか保険証とかに出せますから、それをしていただけるとか、まあ、日頃そういうふうにもし言っていただけたら、まあ、残されたご家族がそういう時に、まあ、お父さんお母さん彼は彼女はこういうふうに言ってたということで、ご家族の意思で、提供もできますので、まあ、そういうことを意識していただければ、非常に ありがたいですし、実際、まあ、臓器をその亡くなった方からいただいた方々っていうのも毎日感謝してます、うん、毎日毎日本当に感謝してるんで、はい、報われます。やっぱりドーナー臓器を提供するっていうのは。そうですね、はい、で先ほど奥様がおっしゃってたけど、その透析が、まあ、もしかしたら始まるかもしれない時に誰かに内臓ちょうだいなんて言えないし、言ったことなかったとおっしゃってて、ただ旦那様がそういう環境を見て、いや血液型が違っても俺の内臓を妻に持っていけるんじゃないかっていうふうに2人でコミュニケーションを取ったっていうのが、やはり夫婦であれ家族であれお互いの健康のことを話し合うっていうことが先生やっぱり大切になってくるんじゃないですか。おっしゃる通りですね、はい、だからぜひ抱え込まないでですね、花田さんのようにご夫婦で調べて、で岡山大学でこれだけ素晴らしい先生方、人格者の皆さんで、またテクニックも素晴らしいものをお持ちの方々がいるので、心配しないで相談をできる場所と思って門を叩いていただきたいと思います。最後に花田さんとご主人から何か、視聴者の皆さんにメッセージがあれば、ではご主人から。腎移植は血液型が違ってもできますし、ドナーの方も以前と全く変わらない生活が続けられますので、ぜひ考えてみてください。じゃあ奥様から。全く同じです。やっぱり健康的な生活ができるっていうことが何より大切だと思いますので、自己管理もそうなんですけれども、周りに優しくなれるんです。こういう経験をするとやっぱり感謝の気持ちがずっと芽生えてきて、いつでも感謝ができて周りを大切に思うことができてきますので、それも一つ自分にとっても幸せなことだなと思っておりますので、感謝しながら生きるっていうことができるので、皆様にもぜひこういう経験困ってらっしゃる方があれば相談していただいて、可能であれば手術を受けていただくことができればなと思っております。はい、ありがとうございました、はい、で最後にこういうふうにとても素敵なご夫婦に来ていただいたんですけども、その結局腎移植に踏み切れない人たちは何でいるのかって考えると、知らないからっていうことも大きいと思うし、他にも先生ハードルっていうのは何かあるんでしょうか。まあそうですね、知らない、特に腎移植の場合は血液型が違った時点でも諦めてる方がほとんどなんで、まあそれですよね。と次はやはり提供者が少ない、周りにじゃあ独身でご両親も亡くなってて親兄弟もいなかったら、まあね、生体腎移植は厳しくなっちゃいますから、まあ、そうなりますとやはり亡くなった方から臓器をいただくと。でまあ海外なんかは大体もう透析してでも5年ぐらいで臓器がいただけるんですけど、日本はですね本当に提供者が少ないんで皆さん15年待ってるんですよね、はい、なのでやはりまあ臓器の提供をまあ皆さん協力していただければ、まあ、もっといい社会になると思います。分かりました。本当に知らないことで知ることによってなんか誰かの笑顔がまたどんどん増えていくんだなということをつくづく感じました、本当に今日はお忙しい中ここまで来ていただいてありがとうございました。これからも2人で旅行が大好きという温泉にも行けるということで、ハッピーに
ぜひ頑張って奥様の看護の世界でも頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。